将校の過去。東水の地で蓮氏は術を解かれた。その後蓮氏は妖魔軍の情報を察知、しかしそれもここまでである。この戦いで蓮氏は討伐軍に戻る手はずとなった。過去は変わった。蓮氏、うん、蓮氏殿は火を見てこちらに行くぞ。新たな未来を開くのだ。なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えんわ。ありおる。敵将、払いたてまつりました。よし今よ、一気に敵本陣をつけ。こりゃまずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。やっぱりすごい人だ。私最後までついていきたい。清盛様のために死ぬ気で。おっとやべ、戻れ戻れ。苦手。さすが見事な働きだ。お前の戦は我の闘志を燃え立たせるな。蓮氏、乱丸に続け。一気に押し込むのじゃ。お断りします。忍者と、まさか。騙してごめんなさいね。私の意志は私のもの。あなたの命令には従えないわ。おっと、ここは通行止めだぜ。どっから来たお前ら。歓迎してやるよ。さすがさすが、たまんないね、その勇士。おっとやべ、戻れ戻れ。メッス、結局当たりによかった。やりおる。敵将、撃ち取った。おお、援軍があると思わなかった。いや助かった。清盛の妖術を強化しているのは孫悟空です。他の者を撃てば術も弱まる。その上で操られた方々と対すれば術は解けるはずです。またこの先に鉄砲隊が布陣しています。このまま進んでは危険です。私が先行し無力化してまいりましょう。はっはっはっ。まだ術で操られているはず。なんとかして助けないと。これで敵も慌てましょう。まことに片付けない。参ります。Ah!
地を燃え立たせるな。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなる。いや、してみせるよ。誠にかたじけない。素晴らしきご活躍。当水でお約束した通り、雪村よりは皆様とご一緒いたします。武士を奪われ操られる、この感覚はひどくおぞましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。戦軍だ。今までか。撤退せよ。敵将おふったり。私は一体何を。雪村様、雪村様が戻らなかったら
本当に心配をかけたようだな。忍びが救われるとは、面目ねっす。お見事です。世界を包んでおり、近くの奴はより大きくなって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。見ておれ。まずはこの爆死、我らの勝ち。東水でお約束した通り、これよりは皆様とご一緒いたします。そうそう、しばらく妖魔のもご期待ください。お役目を果たせた